どうも、ねずっちです。レジ袋有料化になりましてね、マイバッグ持参の方が増えて、それに伴ってですね、マイバッグを使った万引きというのも増えてるんだそうです。そこである店の盗難対策がですね、斬新だと話題になってるっていうんですね。このお店なんと、盗難専用コーナーというのを設けましてね、そこにリンゴが置いてあるんですよ。で、こんなことが書かれてるんですね。いつも盗難をする方々へ、こちらの商品からお盗みください。時間は経っていますが食べられますっていうね。すごいね。どうなんでしょう、犯人の気持ちとしてこういうふうに書かれると、ちょっと盗みにくいなみたいになるんですかね。リンゴだけにちょっとその辺がね、気になってしまうんですけどね。ね、逆にあれですよね。もうお金払いますと。それも必要以上にガンガン払いますみたいになっちゃうんですかね。リンゴだけに貢がなきゃなんてね、ならないかね。ね、とにかくまあ万引きは犯罪ですからね、絶対やってはいけないですよ。万引きというのは一言で例えたらね、笑いながら寝てるのと一緒だね。どういうことかって、くすん寝るってね。ちょっとひどいか。ねえ、まあとにかく万引きね、やめてもらいたいです。言ってみれば、真夏のね、スポーツ観戦と一緒ですよ。そう、防止したいってね。ねずっちです。では、また。